はい、おはようございます。オーストラリア横断1万キロの旅、今日で20日目に入りました。昨日はですね、ラクダ最後に見て、めっちゃ良かったんですけど、その撮影中に結構走って疲れて、あの後すぐに、寝てしまいました。で、朝起きてちょっと移動して海辺に今空いてるんですけど、海辺の朝もめっちゃいいですね。静かで、ちょっとだけ波の音と、あと鳥の音しか聞こえなくて、もうすごいもう心が安らぎますね。で、今日の予定なんですけど、ここから、3、4時間南西に車を走らせたところに18マイルビーチっていうところがあるんで、そこに行きたいと思います。で、このビーチは80マイル続くビーチで、キロでいうと120キロ前後ぐらい、続くビーチで、この一つのビーチとしてはオーストラリア最大の大きさに、なっているビーチです。朝ごはん食べて、水も汲んで、でそっちに向かいたいと思います。到着しました。で、ここ18マイルビーチキャラバンパークっていうところから入ってきたんですけど、で、このキャラバンパークは朝8時から夜7時までしか空いてないみたいです。なんで、このビーチで遊んで、もうキャラバンに泊まらずに出ようと思う人は、夜7時までにここ出ないとキャラバンに泊まらないといけなくなって、キャラバンパーク代、確か車1台35ドルぐらいかかるんで、そこだけ気をつけた方がいいみたいな。で、さっきちょっとここ入ってきて、車でこの砂浜ずっと走ってきたんですけど、もうめちゃめちゃ最高でした。もう今まで来たビーチの中でトップ3入ってます、ここは。で、海も、海がこう手前側がすごい浅くて、うっすら水張ってて鏡みたいになってます。まあ、ウユニ塩湖みたいな感じになってて、めちゃめちゃ綺麗ですね。で、奥側がちょっとカメラやとちょっと分かりにくいんですけど、めっちゃ青くなってます。いや、もう最高です。ここ来てよかったです。4駆の車を持ってる人は絶対ここ入ってきた方がいいです、ビーチまで。で、ちょっとだけ埋まりそうになったところもあったんですけど、まあ全然その一部以外は全然問題なく走れます。4区ある人はぜひ来てください。めちゃめちゃ綺麗。で、今からはですね、まあ、夕日まで時間があるんで、ここでちょっとゆっくりして、で、夕日の時間、もっと太陽傾いてきたら、夕日と一緒に車とか撮ったり、夕日も撮ったりして、で、それで出て行こうと思います。まあ、予定的にはここで釣りしようかなと思ってたんですけど、思ったより遠浅で釣りちょっと難しそうなんでやめときます。釣りあんまり上手じゃないんで。聞いたところによると、まあ、めちゃめちゃ魚ここ釣れるらしいです。釣り好きな人は、まあ、ぜひ寄ってみて、で、ここで釣りしてもらいたいなと思います。まあ、すごいのが釣れたらぜひ教えてほしいです。じゃあ今からちょっとゆっくりしながらいろいろ動画撮ったりとかしていきたいと思います。
80マイルビーチからの夕日もめっちゃ最高でした。で今は、80マイルビーチから30分ぐらい車走らせたところのレストエリアに、来てまして、今日はここで寝ようかなと思ってます。でここ、まあ、ハイウェイのすぐ横でちょっと車が通るとうるさいんですけど、まあ、車が通らなかったらスズムシからの鳴き声と、あと満天の星空がもうすごい素敵ですね、ここは。で、まあ、こんなところで寝ようかなと思ってるんですけど、もう今日ちょっと疲れたんで、ご飯は今まで一番簡単なパスタをちょっと作っていこうかなと思ってます。じゃあ今日はパパッとご飯作って食べて片付けて、で明日のためにまた早めに寝たいと思います。じゃあ作っていきます。はい、ということで速攻でパスタを作りました。かかった時間は多分数十分ですね。ということでいただいていきましょう。いただきます。